砂漠の風作戦以降、ジオン残党の動きは激化の一途をたどっていた。における連邦軍基地への同時多発的な強襲作戦、物資強奪、そして軍に砂漠のこれら盾、これを受けて一歩わずかな休息する。彼自身に軍内、そういった脳裏に焼き付く不安を拭いきれぬままのファントムスイープ隊に新たな命令が下される。南アジア地方に位置する一方、ユーグクーロとエリク部、オーガスタに吹く風。
Thank you.
傷つけ合えばいいの。私たちは引き下がれるものか。これならやらなければやられる。それが戦場なのね。これ以上死なせるものか。
じゃな。エリック、これをあなたに預かってほしいの。連邦への潜入にタチアナ・デアの持ち物は何一つ持っていけないから。明日から私はシェリー・アリスン。エリック・ブランケとは赤の他人になるわ。タチアナ、そうだとしても覚えておいてくれ。タチアナ・デアは私が姉と慕うたった一人の人間だと。ありがとう、エリク。タチアナ・デアにとってもあなたは可愛い弟だったわね。えエリクは知っている？まだ人類が空に上がる前、人が流れ星に願いを託したことを。願いを託す？そう。ある島国では空から海に落ちるその雫に水天の涙と名付けたそうよ。水天の涙。任務で地球に行ったら毎日夜空を眺めるの。そして水天の涙に祈るわ。戦争が終わり、私たちが全員無事に再会できることを。フリッツ。
わけにはいかないのよ。今の私にできることは、
長の足手まといになるわけにはいかない。我らが悲願の達成は争い事はあまり得意ではないのですが、
宇宙世紀 0081。 しかし何も起こらない。どうして落ちてこない。まさか月の舞台に何か。そんな、こんなことって。まだ信じて戦ってる人たちがいるのに、アイヒマン大佐は何のために。フィリーネ、撤退の信号弾だけは撃っておいてくれ。でもエリク隊長。水天の涙作戦は失敗したんだ。水天の涙作戦、月のマスドライバーを使用したルナチタニウムを含む重金属で組成された大質量弾による地球への直接攻撃。常に月から地上を狙える状況を作ることで、地球連邦政府と交渉の席を設け、スペースノイドの独立を認めさせる計画。インビジブルナイツにはその瞬間が目前に迫ったかに見えた。だが彼らとその同胞たちが地上で奮戦していた頃、月のマスドライバーを占拠するジオン残党は絶望的月面のオーガスタ基地での辛酸を舐め、そしてタチアナさんも戻ってこない。どうして。来れない事情。タチアナが一年戦争終結。タチアナデイアも、まの子。
私は水天の涙を遂行する。やられるかよ。こっちにも引けない理由があるんだね。Thank you.